これだけ手紙があると、なんともあかんだね。玉蓮、それは？切手やハサミ、一応買ってきたのね。やっぱりお前は気が利くのだよ。あと、手紙の重さを測るために、これね。キッチン用の測りか。どうせお姉ちゃん持ってないだろうと思って。ワイン、私が開けようか？大丈夫だよ。本当かいお姉ちゃん。指先気をつけた方がいいんじゃないの？大丈夫大丈夫。うわぁ、それにしてもこんなにあったんだね。何通くらいあんのこれ？手紙の依頼人のリスト入れた封筒が一緒にあるはず。私、リスト作った覚えあるもん。これだね。192通あるはずだね。手紙が192通か。集まったね、あの時。あ、行った。ああ、だから行ったのだよ。毎回毎回。明日、ギターのオーディションでしょ？大丈夫？爪がだから、演奏には支障ない。よかった。行っててて。ワインオープナーで怪我って、どうやったらできるんでしょう？あはははは。とりあえず、絆創膏は貼っておきましょうね。はーい。この手紙は、定型、重さは、問題なし。ねえ、この曲もお姉ちゃんの作った曲？そうだよ。この前、演奏してテープに入れてみた。そういえば、お姉ちゃんのあのギター、この手紙の企画の利益で買ったんだよね。文化祭の企画で試しにやった未来ポスト。受けたよね。一人1000円。受付数が200近いんだから。1000円って高いかなとも思ったんだけど。10年間の手紙の保管料だからね。考えてみれば高くもないのね。しかしよかったのだよ。10年間この手紙全部が無事で。火事など事故の場合はごめんね。笑って許してっていう契約だったけど。学生のやることだから半分ジョークだしね。みんな白蓮からそんなこと言われたら文句も言えん。まさしく誰も文句言わなかったのだよ。10年前の知り合いから手紙が来るってだけの企画だもの。ジョークくらいに思ってくれないと。しかし考えてみればこの企画の捉え方って人それぞれだよね。例えば昔の恋人からの手紙なんかを10年後に読んだら悲惨な場合もあるのだよ。10年前は相思相愛でもさ。怖いね。あ、ところで今年は藤沢さんの10周期だよね。やめなよ。いいんだよ、大丈夫だからさ。ちょうど藤沢さんが帰省した時亡くなってそのまま密葬だったね。結局お姉ちゃんお線香あげに行ってないでしょ。うん、藤沢くんのご家族私のこと知らないし。わかんないじゃない、そんなこと。付き合ってたった3週間だよ。それにご家族が私のこと知ってても生きにくいよ。あ、ごめん。私の言うことでもなかった。そろそろ忘れないと辛いだろうけど。ほんとほんと、おっしゃる通り。この10年、音楽一筋のお姉ちゃんを見てて、時々痛々しかったのだよ。大丈夫だって。ほんと？うん、ほんと。ほんとにほんと？ほんとだって。じゃあ、これあげる。はい。藤沢さんからの手紙。え？後で読んで。未来ポスト、彼も申し込んでいたんだ。そう、あの時私が直々に受付をさせていただきました。これをあなたに預けて次の日鹿児島へ帰省して。あのさ、10年間このこと黙っていた白蓮ってすごくないかね。言われてみれば白蓮、あなたよく黙っていられたわね。藤沢さんとの契約破って打ち明けちゃおうかなと何度も思ったんだけど、やっぱり未来ポストの契約だからね。あ、大丈夫って言ったのに、お姉ちゃんたら。そうだよね。やっぱり泣くよね。彼ね、いつもこうなの。突然なのよ。最初だって、面識ほとんどないのに、突然告白してきたりさ。うんうん。あの告白には驚いたよね。お姉ちゃんが彼に好意を持っていたからよかったものの、ほとんど面識ない子によくまあ、あんな告白を。運命の赤い糸ね。赤い糸って言っても突然死んじゃうしさ、すぐに切れちゃった。付き合い始めてたった3週間後だよ。まあまあ、はい、チーン。ありがとう。交通事故なのだから仕方ないのだよ。
わかってる、わかってるけど。よし、作業完了。あとはこれを郵便局へ持っていけば終了。みんな、未来ポストのことなんか忘れてるだろうから、手紙が届いたらびっくりするに違いないのだよ。だよね。ある意味、10年かけたいたずらだもんね。ワクワクするね。ねえねえ、今夜久しぶりに3人でどうかしら。感じのいいところ見つけたんだけど。私はもちろん行くよ。朝のワインじゃ足りないのだよ。お姉ちゃんは？私ももちろん参加だよ。じゃ、決まりね。6時でどう？大橋駅で。了解。お姉ちゃん、遅れないでね。久しぶりに日頃の鬱憤忘れて。今夜はパーッと。白蓮に鬱憤なんてあるわけ？あります。どうせ、髪1センチ切りすぎちゃった。とか、そんなのに違いないのだよ。え？ほらね、図星だ。やあ、僕だよ。驚いた？先日、白蓮ちゃんから君たちが文化祭でやろうと君たちが文化祭でやろうとしている未来ポストのことを聞いてね、僕も依頼しておこうと思って、今未来の君への手紙を書いているんだ。今日は君から見て10年前の10月24日文化祭の前日だ。明日この手紙を白蓮ちゃんに預けて鹿児島へ帰省します。もちろん君と約束した明日のデートのことは忘れてないけどね。私と約束したデート？帰省前にそんなデートしたっけ？虫の知らせなのかな。とにかく未来の君に文字で伝えておかねばならないという気がするんだ。これから君が読む内容はきっと10年後の君にはすぐに理解ができないことだと思う。だけど僕を信じてこの手紙を読み進めてほしい。僕は至って正気だから。ん？ちょっと話が見えないぞ。今から3週間前、つまり君から見て10年前の10月3日に僕はゼミ仲間と昼間からしこたま飲み泥酔してしまった。君に告白する前日のことだ。泥酔なんてそれまで一度もなかったんだがね。どうにかしてその夜自分の部屋へ帰りつき布団に入ったんだ。そして朝まで熟睡。まあそうなるでしょう。その時僕は君の夢を見た。とてもリアルな夢でね。夢の中の僕はとても驚き、そして幸せな気持ちだった。夢の中の君が言うには、君は10年後の世界からやってきたのだそうだ。それもこの僕の指示に従って。藤沢くんの指示？よく聞いておくれよ。これから伝えることは本当のことなんだからね。君がこの手紙を読んでいる10月3日、これは君の10月3日、そして君から10年前の僕の10月3日でもあるんだが、とにかく10月3日から君と10年前の僕は共通の夢の中で出会うことになる。そしてなぜかその夢での出来事は僕の時代で展開される。どういうこと？私が10年前の時代へ？それも夢の中で？夢で私が過去にタイムトラベルするってこと？わかんねえ。ナタリアならこういうの理解早いんだろうけどな。藤沢くんったら未来ポストの企画なのに、なんでわざわざこんな SF 時みたいな内容の手紙なのよ。10年後の恋人への手紙なんだから、もっとこう、情熱的な愛の告白とかさ、ないわけ？おっと、5時半過ぎてる。残りは今夜読むか。あ、もしもし？白蓮？あ、ごめん。間に合う間に合う。絶対間に合う。うん。あ、でも先行ってて。うんうん。あ、そこならわかる。うんうん。はーい。